んばんは。ヤスルパンさん、クマありがとうございます。ルイさん、ピカピカありがとうございます。ミキヤくん、クマありがとうございます。ケンさん、ウインクギフトありがとうございます。ドンちゃん、ピカピカ。ミラクールさん、ありがとうございます。タカシさん、アイスありがとうございます。今日は長袖。こんばんは。お話し会全通しますって。お話し会の日程とかが発表されたので、皆さんぜひ来てください。幕張とか大阪とか、あとサイン会とツーショット会もあるので、サイン会とサイン会って久しぶりじゃない？サイン会。東京さん、応援してるギフトありがとうございます。鳥さん、えらい、ありがとうございます。そう、12月ぐらいまでありますね。でもね、12月まであるけど、12月に1個だけあるだけじゃん。だからまあ10月とかかな。なんか前髪が真ん中割れる。とりあえず買ってみた。何買った？まあおすすめは初日です。あとはリアル、新制服の日もあるし、浴衣でなんか縁日だっけ、浴衣こんばんは。ナナさん、かわいいギフトありがとうございます。そう、幕張が一番最初が6月からです。6月、幕張リアルお話し会。オンラインお話し会の服装はね、まだ考えてないけど。どうしよっかなーって。トゥビーさん、お疲れ、ありがとうございます。そう、幕張は6月22だったっけ、誕生日の次の週の土曜日。
が生誕祭15とかあるんかな。今回はのんびりでいいんですよねって。そうね、のんびりって書いてたけど、熊猫さんお疲れありがとうございます。のんびり、そう、リアルの衣装は決まってるね。いろいろ書いてるやつ。サンタとかあったっけ？サンタはないか。なんだったっけ？サンタあるのか？もうサンタか。早っ。浴衣とかサンタ、浴衣はね、ああそういうこと。今時サンタと言われたらね、今サンタって言ったらやばいと思うけど、まあまだ先ですから。奈良さん、かわいい、ありがとうございます。浴衣選べるでしょ。ね、今サンタの話したらついこの前と思うけど、まあまだ先の話なので、7月、8月、9月、でもあん少ないね。6月とか1回しかないし、7月も1回しかないし、だから来てください。月1なので月1しかないので。9月も1個しかない。10月もだ、11月もだ、12月もや。8月だけ3回会えるけど、髪色明るくなった？黒い服やけんかな。うん、こんばんは。8月、8月、そう、黒い服らだからだと思う。目で見たらそんな、そう毎回言ってるけど、目で見たらだってまだ1週間ぐらいしか経ってないじゃん。2週間ぐらい経ったか。そんなすぐはね明るくならないと思うんだけど。そう、全部 4,5 時間目になっておりますので、大阪だけ 3,4,5、 あ、ツーショットとかがある日は 3,4,5。
大阪のサイン会、あの前にやってたやつじゃない、なんか昔あったサイン書いてもらうやつ、なんかアーシャと曲名と日付が入っている紙に、そう昔あったやつ。それじゃないかな。こんばんは。そう。握手会はまだだね。握手会。サイン書いてるのを見てるのですかって喋るんだよその間も、うん、見ててもいいけど無言で喋るんでしょ、喋りながらでしょ。どうにか会いに行けるように予定組みますって、待ってるよ。本名しかダメです。そうだよ、メンバーにしかバレないから別にいいでしょ本名でも。隠したいですか、なんでですか。しかも全員分のフルネーム本名なんてそんな簡単に覚えれないから感じ。こんばんは。もうすぐ4月が終わるっていうことにびっくりです。私は縁日何するかとかまだ決まってない、まだ何も決まってないですよ。今日知ったので私たちも。何も知らない。そうだね、お話し会の服とか決めなきゃね。オンライン、クレーンゲーム、どうやって、人間クレーンゲーム、こんばんは。ロボリマン、人間クレーンゲームは人間がクレーンになって、たまにあるじゃん小さい子とかがやるやん、おかしい。人間クレーンゲーム吊るされて、吊るされて右とか言ってお菓子とかをつかみ取りするっていう子。もらってしぐれさんお疲れありがとうございます。こんばんは。カイトさんラブレターありがとうございます。
お腹すいた。洗濯機が暴れてます。こんばんは。あ、生誕 T 申し込みしてしまったから生誕公演も行かないといけなくなった。お、待ってます。なっちゃんも出るかな。腹だれだったらなっちゃんだね。てかももちゃんがやめちゃったから普通にももちゃんかなっていう選択肢がなくなった。ももちゃんかなっちゃんだったらさ、私だったらさ、どっちにもなりそうじゃん。だからどっちだって本当に難しい。四国、ちなみに去年はももちゃんだったから。なっちゃん出ると複雑。え、でも推しも見えてちょうどいいじゃん。お得じゃん。推しがいないよりはいた方がいいじゃん。なんでそりゃ。そう、なっちゃん推しの方だからさ、私の生誕祭来てくれるって言うから、なっちゃんもいたらいいねって言ったの。そしたらいたらね。なっちゃん生誕でなっちゃん T シャツを着た。あー、そういうことか。私推しでなっちゃん生誕、確かに。え、怒らんけどね別に。生誕だし。なっちゃんさんさん、なっちゃんさんいるんじゃないですか。鼻慣れだったら。なっちゃんさんは2年連続いないですから。リコチさん、リコチさんもいるんじゃないですか。大木さんポジだから。2期生メインで組んでくれると思うから。生誕は12月のだいぶ先です。リコチおるでしょ。見てこようか。 Wi-Fi ついてないですよ。ついてないです。こんばんは。 Wi-Fi ついてないから大丈夫のはず。なんか雨の日って Wi-Fi 重いじゃん。じゃけん Wi-Fi 私毎日外すようにしてるんですけど、配信中外してるので大丈夫だと思うけど。え、雨で Wi-Fi 影響するんですよ。昨日夜 YouTube 見ようとしたら多かった。雨の日はいつも重い。最近雨やけんかって思ってる。
私の家だけかもしれないけど、雨の日重いんですよ。テレビの開きが悪い。洗濯できたよってやってる。そうなんです。そうなんです。外から配信すれば雨。え、そうなんよ。てか昨日も晴れ女エピソードあって、昨日雨だったじゃないですか、ずっと。なのに外にいる間だけ晴れたから傘いらなかったんですよ。室内から見て雨降ってるなと思ったけん傘買おうかなって思ったんですよ、なっちゃんと。だけどもう大丈夫しようと思って買わなかったら大丈夫だったの。いらんかった、雨やけどと思って。傘持ってきてないから買わなきゃと思ったんです。買うってなったけど買わんかったらやみました。めっちゃ雨だったけどね、あの配信の前ですね。前でもあの配信中は室内にいたから降ってたかもしれないけど、とりあえず外にいるときは晴れてくれたんですよ。そう、そうだ、私は昨日手に入れたものがあるんですよね。そういや前に配信で話題になった。よいしょ。え、昨日マジですごかった。傘本当に買おうと思ったのに買わなかった。晴れたから本当にびっくり。よいしょ。よっと、なんだろうなって。じゃん。道頓堀の恋人と面白い恋人です。これが差し入れにあって、そう、この差し入れの組み合わせでさ喜ぶの私じゃん、マジで。ずっと言ってたやつが一気に差し入れで2個あって、そう、面白い恋人と道頓堀の恋人がある。私白い恋人が好きなんですけど、そう、それの話で大阪には面白い恋人と道頓堀の恋人があるよって、そういう話題があったんですよ、ショールームで。だからまあ買うほどではないけどいつか食べたいなみたいな。だからちょうどイエーイって感じ。箱ごと買って帰るほど欲しくはないけど、なんか別にイエーイって感じで恋人ゲットです。面白い恋人と道頓堀の恋人。買うほどではない。そう、そうなんですよ。でも持ってくる間に粉々になあ持って帰る間に粉々になっちゃったんですよね。恋人たち。カバンに詰めたら粉々になりました。
恋人にするなら面白い人ですかって。そうですね、まあ面白くなくてもいいですけど。まあ面白い人の方がいいかな。食べよ、面白い恋人。あ、でも案外割れてないかも。割れてるけど、あ、割れてるけど割れてないという奇跡見て。めっちゃ割れてるけど繋がってるっていう奇跡。クリームで伝わる、これ。激割れてるけど割れてない。めっちゃ割れてるけど割れてないわ。お、甘い匂い。あ、割れてた割れてた割れてた。危ない。いただきます。メープルみたいな味する。メープルなんかな、甘め。食べやすくなった、逆にね。確かに、それでこそ恋人ってね、割れてもつながっている心は。どんなことがあってもね、華やかでも離れててもつながってるという意味ですね、これは。素敵な商品です。え、甘いね、美味しい。赤い恋人、そんなのもあるの。愛媛はないよ多分。なんかあるんかな、愛媛も。こんばんは。全国の丸々な恋人を食べてみようっていう。大阪は結構これで満足。そう、昨日はね、お仕事帰りに何食べたっけ、牛カツ食べたんですよ。でも夜ご飯を食べて終電で帰ったら家に間に合わないから、配信したんです、15分だけ。間に合わないから。うん、牛カツ、牛カツって読むの、わかんない。牛カツ派だった。なんか美味しいってさ、 YouTuber さんが言ってたから食べて帰りたいと思って、そう食べて帰りました。美味しかった。ああいう感じのなんか赤色の強い牛初かも。愛媛とかにはあんま、なんかあんまり外国人いっぱい並んでませんでしたかって。なんで、でもあの時間は閉店間際だったから全然いなかった。4組ぐらいしか。なんで、なんかにかけてる外国人。全国にある、マジ。牛カツを食べたくなったので食べてきましたね。行動力すご。あ、そうなの。へえ。お客さんの声聞こえてた。でもめっちゃ遠くに
サラリーマンがいたぐらいです。全然いないですよ。あれはあの駅のなんか中の通り道だから通りかかる人の声かも。店の中は全然いない。あのオープンな感じのドアじゃないわ、店だから通りかかる人々の声かも。美味しかった、めっちゃ美味しかった。マジで美味しかった。あ、広島も駅内にあるんだ。駅の中ありそうだねって話してたんよ。広島も広島駅にありそうだよねって。そうなのか。じゃあそこで食べなくても広島駅で食べたらよかったのか。逆に何つけて食べるのよかった。え、3つ入ってるじゃん。3つある右と左しかつけてないです。味噌はあんま好きじゃないかな。右と左真ん中にね、なんかあの焼肉屋みたいな3種類入れられるタレがついてるんですけど、それと右と左です。美味しかった、美味しかったから思い出したけどお腹すく。写真見たらお腹すく。夜ご飯食べたんですけど、そのファンの方が言ってる牛カツの写真を見て食べたくなった。お腹すいた。真ん中使ってないな。あんなにいっぱい調味料あるのに私その右と左しか使ってないわ。あともう一つ黒いなんかあったよね。からしだったかな、なんか苦手なやつだった。なんだったっけ、なんとかか。今日は F 定食です。 F山椒か、それか。今日は F 定食です。何ってF はね、ハムカツと生姜焼きとあとなんか、まあ、小さいおかずがちょっとと野菜とゆで卵とお味噌汁とご飯です。山椒余震が続いてる。マジ？愛媛？そうなんだ。そう、定食はねめっちゃあるよ。 ABCDG ぐらいまであると思う。 ABCDEF はでもメインが変わるだけ。 B がコロッケ、 A は白身フライ、 B がコロッケ、 C がアジフライ、 D は何だったっけな、E が唐揚げで F がハムカツ。そこは変わる。何定食が好き？え、よく覚えてる、覚えてる、よく行くんで。私はね、あのいつも B なんですけど、コロッケ。今日はハムカツにしてみました。新しいものと思って。あと肉は選べる、焼肉、生姜焼きとか選べる。 F は初めて。
そこの定食屋さんにもハンバーグ定食っていうのがあって、めっちゃ迷ったけど、どうしようと思って、やめといた。天津丼は、天津丼はないけど似たようなのあるよ、中華丼的な。めちゃくちゃ種類の多い定食屋さんで、そうやってめっちゃあるんよ。他にも A と G 以外にもあって、そのちゃんぽんだったりうどんだったりラーメン、これサバとかもあるし、じゃあ広いジャンル、もうオムレツ定食、オムライス、ハンバーグとかいっぱいあるからさ、ハンバーグ頼んでる方あんまいないんですよ。そう、そういうところのハンバーグってどうやってるんだろうって思って、ハンバーグ食べようと思ったんですけど、めっちゃあって種類が。ハンバーグ注文されてから作らんじゃん。でもあんま頼む方いないから、そんな種類が多いから、だいたいみんな日替わりとかに行くんですよ。日替わり頼んでる人がいい。だからハンバーグ、あんま頼まれることのないハンバーグってどうやってるんだろうって思ってね。一日数食は売れるんかねって思って、ハンバーグはまあやめた。注文されてから作らんよなって。でも野菜炒め系とか作るじゃん、ホイコーローとか注文されてから。だから注文されてから作られるやつにしようと思ってね。食べてみたいけどね、今度食べてみようかな。うん、でもハンバーグを食べてる方見たことないから、そうね、最近入ってきたのかな、あのメニュー。マジで見たことない。もしかしたら最近の新入りかもしれない、ハンバーグ。今まであったら私頼んでた気するもん。今日初めて目に入ったんですよ、ハンバーグあったんだって。もしかしたら新入りかも、定期的にメニュー変わってるから。今までだって目に入らなかったんですけど、今日目に入ったから、ハンバーグ新しいかもしれない。初めて見たかも。目玉焼き付きですって書いてた。新作かもね、そんな気してきた。目に止まらないわけないもん、私のハンバーグが新作だわ。じゃあ今度食べよ、ハンバーグ。こんばんは、松屋。松屋出た、それ毎回言っとよね。松屋ね、あんまないんやね。松屋最近私牛丼食べてなくて、本当に松屋とかじゃなくて牛丼屋さんにね、本当にもう数ヶ月、半年ぐらい行ってないんですよ。一人牛丼いけます。ウーバーで牛丼は高いんですよ。私ウーバーとか頼むけど、あんまりにもあのメニューとウーバーの値段が違うやつ頼まないんですよ。店によってあのウーバーとお店で食べるのあんま変わらんとこと、200円ぐらい変わるところがあるんです。他弁とかは結構高い、ホットモットとか300円台で買えるのり弁がウーバーだと600、700円とか。そうなんよ。でもあんま変わらんとこは変わらんもんですよ。そうダイエットして、あのマックは誤差なんですよ。マック誤差
ワックはあんまり変わらない。誤差です。ケンタもあんま変わらん。そう、なんか変わりすぎるところはなかなか頼まない。牛丼結構変わるんです。そうなんですよ。マックは100円とかなんで、どうしてもだるい時はまあ仕方ないかって思えるぐらいの。宅配ピンク？コナン君食べてないです。そう、デリバリーも、デリバリーね、あと出前館とかやってる私。出前館、出前館は送料無料、手数料無料なんです。なので、しかもお店で食べるのと変わんないっていう、まあ、味噌汁がついてこないぐらい。宅配だとデリバリーだから出前館が一番お得です。送料無料、手数料無料、まあ店によるけどね。店によっては送料かかるとこあるけど、無料なところもあって、送料手数料無料でお店と同じ値段なんですよ。だから頼む。でも店で食べたら味噌汁ついてるところを、あの味噌汁ついてないとかはあるけど、マジそれだけ。出前館松屋どうだろうね。注文合計金額安くても手数料取られないのって、うん、1000円以上。まだ開けてないです。 LINE 登録しておかわりしましたかって、してない。なんか足りた、あれだけで。した？逆にアルバムの直接会えるお話し会は広島と大阪は行けそうです。お、やった。広島と大阪、じゃあ待ってます。広島と大阪を。店の中で食べる派？マジ、私もでもその派だったけど、なんか一回家で食べたら家楽なんですよね。マグハリは遠いね。でもその気持ちわかる。四国とかなんか中国地方とかに住んだら広島と大阪は近いけど、マグハリはちょい遠いもんな。うん、マグハリ近場です。そういう素晴らしい方もいます。道頓堀の恋人も食べちゃおう。あんまり割れてない、半分。あ、割れてるけど繋がってる。やっぱこういうお菓子って甘々なんだね。白い恋人に近いね、見た目も。見た目も。何味なんだろうね。なんか甘いけどちょっとフルーツっぽい感じの味もする。なんかメープルではない、こっちメープルっぽい。今日雨ザーザーでした？え、今日は降ってないです。今日は降ってないよ。
私の前に外にいた時にはどうしよう、降ってたら。広島は降ってなかったかも。ああ、降られてない。じゃあ降ってないわ。こんばんは。でも曇ってるよね。なんか晴れではなかった。今日は曇りだ。うん。あ、曇り多くない？明日も？そうなんだ。明日の天気、まあなんだっていいや。こんばんは。今日はね、ラジオの収録をしました。一個何のやつかな。なんでもいい、晴れるから。明日は一日中レッスンだし、外れないから。保健室、そんな呼んでくれてるかな。嬉しいな、それは。うん、こんばんは。なんだろうね。まあ5月の頭です。ね、よくわからないよね、こういうのって。クラコンとか当日にさ、撮ってきたよって OK ってやつだけど、どうなんだろうね。ゴールデンウィークもうちょいね。危ないからやない方が安心。でも結構言ってるやつもあるやん。なんか心地に悪くない。でも○○撮ってきたよってラジオだったら、さすがに言ったらダメなそうなやつは言わないけど、まだいつも定番のさ、もうクラコンとかチュリパとか定番のやつは、口になるけど、新しいやつは言わないけどね、さすがに。ゴールデンウィーク3,4,5,6 だけなのかな。3,4,5,6,7 7までだっけ。みんなは、あの世間的に。違うか、6までか。ゴールデンウィークの予定まだですかって。ないですよ、ゴールデンウィーク予定ないです。キツネさん、タコありがとうございます。私のゴールデンウィークの予定はないです。6までだった、7までかと思ってた。
ティーライダーさんお疲れ、ありがとうございます。ああそうなの、うん、まあないですね、ゴールデンウィークの予定は。でもレッスンとかはあるよ。でもみんなが来るやつはないです。レッスンとか入るかもよって言われた。ないのをお知らせ助かりますでしょ。あるかないかの曖昧よりももうないですって言いますよ。ないですないです。レッスン、まあゴールデンウィーク楽しんでください。家族、実家帰ったら、逆にみんな実家帰ったら休みなら。実家に帰らせていただきます。はい、甥っ子が来るので相手をしてあげられると返事します。いいね、素敵。素敵じゃん。何その予定。お姉ちゃんの子供ってことよね、甥っ子って。実家帰ると分からなくなるので帰りません。なんで？ちょうだいって言われるの。ニートが何の予定あんねんって感じ。確かに。こんばんは。誕生日にお話し会があるので自分への誕生日プレゼントと思って買うと思います。はい、待ってます。会える日だっけ、あのおすすめの日だよね。実家に帰る交通費お高い。おいっ子めいっ子、母に持っていかれますって。ふぅ、そうなんだ。自分からあげてるんじゃないの。自分から配ってそう。ちょうだいって言われるもんなんかな。タンペルの相場ってどれぐらいですかねって。タンペルの相場か、まあそうですね、10とかですかね10。わかりました、わかってる桁10K じゃないですよ、 10K じゃない。100K1K が1000円でしょ。違うか、
こんばんは。10分、確かに。まあ冗談ですよ。でもタンプレだったら、そう、もしそう、その年のカップルのタンプレだったらちょっと10ぐらい高いかな。高いけどな。まあ5年目なのでそんなもん。5年目の、まあ、カップルのプレゼン、タンプレだったら10ぐらいは。タンプレだったらねって、タンプレだったらって聞かれたからそう答えただけですから、ね、こんばんは。プレゼント年間プレゼントね。その1万円を超えるプレゼント交換してるの大人って感じ。学生の頃のタンプレなんて1000円とか3000円とか500円とか。500円はないか。大人だね。大人の世界だ。まだそこまでの世界は行ってないけど、ね、大人ですね。え、学生の時ディズニーチケットとかないよ。田舎の学生は3000円ぐらいですよ、マジで。大学生ですらリップとかですから、まあ、3000円ぐらいですね。4000円。あ、でもカップルか。カップルだったら違うか。大学生か。確かに大学生だったらチケットプラスぐらいだね。チケットとプラス何か、ご飯。メイさんピカピカありがとうございます。タンプレいいの見つけても1万800円とかで泣く泣く。え、1万800円はダメなの？それは税抜き？胸行きお疲れ。1回ぐらい胸行きと話してみたい。来てよ1回ぐらい。1回ぐらいいいじゃん。話そうよ。顔見たいし。胸行き付き合ってたらもう少しお金かける。マジ？ほんま？そう、税込みで1万1000円だったらいいから、その1万800円が税込みなのであればいける。税抜きだったらいけない。おしゃれな USB、 マジ？大学生っぽ。 USB 使ってないな。今回1枚で何枚話せる？間違えた。1枚で何秒話せるのって。でも普段のお話し会の2倍ぐらいの値段だから2倍ぐらいじゃないかな。あのリアルのツーショットみたいな感じ。長め。
眺め。2倍はあるでしょ。ツーショットだって2倍あるじゃん、なんか2枚だから2倍。そう、消費税抜きで10系ツーショットは眺め。お仕事頑張れる投げほっぺ。じゃあ3倍なんかな。何倍やろ、わかんないな。それは始まってみないと。こんばんは。幕張に申し込みました。あ、早い、ありがとうございます。早速夜ポチる。待ってるよ。誕生日にあるってめっちゃ良くない？てか今さらもう一回溢れるけど、オンラインのおすすめ日は初日の7月7日やったかな。7月7日。別で祝ってもらった方がお得？そう？そうかな？直接会えるんだよ。私だったら誕生日の日にあるのが嬉しい。私が誕生日側で推しに会いに行くんだったら誕生日っぽいじゃん。2回おめでとう言ってもらえる？でも現地では言ってもらえるってよくない？直接あの距離で。ね、だからすごいと思うんだけど。しかもオタクの仲間に会えるじゃん、友達。オタクの仲間もさ楽しいじゃん、一緒にいて。絶対いいな。サンキー。確かにいろんなとこ行きそう、誕生日だからって言って。いろんな人にお祝いされたいじゃん、だって普通。確かに誕生日だからこそ推しメンだけに絞らなきゃよくない？
まあ、絶対行くとこ見つけたわ。まあそりゃしゃあないか、まあしゃあないか。ダメだよ、誕生日に一途にならないと。誕生日なんだから、他の子、いろんな女の子に会いに行っちゃダメじゃない。誕生日に本命の女の子とお祝いし合って、その後に他の女の子に会いに行くみたいな感じだよ。まあいいんだけどね、別に。え？あ、同じ誕生日の子がいたってことか。あ、同じ誕生日結構いるんだね。まあメンバーも40何人いるからね。365日分の40個分ぐらい誕生日埋まってるもんね。365日分の、まあ被ってるメンバーもいるとして、40日ぐらいがメンバーの誕生日じゃん。40何日がね、8分の1、もうちょい。同じ誕生日メンバー同士で被ってるあるよね。福田さんとか、サンキちゃんの誕生日全員把握してないから、いそう。他にもマジ同じ誕生日ってそんな運命感じるかな。うーん、私は被ってないです。でも他のメンバー被ってるメンバーがいる。あ、他のメンバー被ってるっていうのは私とじゃなくて、他のメンバーが、ね、他のメンバー同士で。私は被ってはないですね。でも学生の時に仲良くなった、一番仲良かった子が、大学の時に一番仲良くなった子、もう数ヶ月しか行ってないから、もうマジで3人ぐらい仲いいんですけど、そのうちの一人の一番仲いい子の誕生日聞いたのは6月15日で、ずっと一緒にいた2人で、女の子、一緒に毎回ご飯食べて、ご飯食べ行ってみたいなしてる友達の誕生日聞いた6月15日で、ちょっと運命感じたけど。直接ね、リア友に聞いてさ、6月15日って言われたらびっくりするよね。え？みたいな。私も私も、みたいな。そうです。感じてる、でも、推しには感じないよ。6月15日のアイドルがいたからって、推しにはならない、別に。けど、リアルで、その、一番仲いい子だからびっくりする。ずっと二人でいるさ。学校の行き帰りとか一緒の子、その子とは毎年お誕生日おめでとうって送り合ってる。まだ送ったかな、去年。でも会ってないからな、一回も。一回も会ってないけど、STU に入ってから。だけど誕生日だけ送り合ってる。去年来たかな、でも送り合ってる記憶ある。おめでとうおめでとうって。
誕生日の人いた？友と覚えるのは時しかいなかった。一人いれば十分じゃん、友達なんて。でも会ってないんだよね、会いたいな。でも社会人って休みないからな、難しいんだよねマジで。あ、北斗の拳のセリフ伝わらな、そんな知ってそう私。北斗の拳わからないボケをするんじゃない。愛と柚木だけが友達、それはわかるわ、ギリギリ。アンパンマン、むずいよ。アンパンマンはわかりますけどさ。北斗の拳はわからんて。ロボットピース。イカロス？どちらさん？こんばんは。たまさん、ピカピカ、ありがとうございます。こんばんは。今週めっちゃ時間経つの早い。もう木曜日だよ、あと1時間で。やばいよやばいよやばいよ。うん、イカロス、もう神戸だよ、やばいね、あっという間。神戸、淡路プリン、神戸プリン、神戸、神戸のライブって何時からだろう。日帰りかな、泊まれんかな、神戸。神戸のもの食べれるかな、どうだ。5時からか、帰れるか。ひえ、なんか食べたかったな。翌日広島じゃないのって。そうだね、あやパンのがあるんだっけ。私はないから、カラオケ配信する。29日でしょ、
29だよね。神戸でカラオケ日帰りケータリング、確かに確かにツアーってケータリングすごいよね、楽しみ。でも神戸結構もう何回も行ったけんな。昨日カラオケ何時から、8か9かな、まだ予約はしてない。20時か21時。そうやな、でも公園とかぶせん方がいいね。21かな、あやパンのが夜であるとするんだったら21にしようかな、その辺にしよう。まあ21時でも21時半でもいいや、2時間半できるし、9時半から10時半11時半12時。まあ9時か9時半だと思っててください。1日はクラコンがあります。クラコンくだらないとです。あ、30か、30だ。31がないのか。火曜日です、とにかく火曜日クラコンは。1日はひなさんの卒業公演ですね。あれ4月31ってあったっけ、あれ何回ないと思った。その辺の予定は私何回もチェックしたもん、帰省したすぎて。29から帰ろうとしたんだもん。31、2つ行き以下いなかったから暇になりました。2つ、あやパンとひなさん。いなかったですね。帰省はね、そう、29はできなかった。30クラコンがあるから。こんばんは。ツアー終わって帰ろうと思ったんですけど、そこはダメだった。だから髪切りたいな、土曜日切ろうかな。いや、3つ3ぐらいは行き過ぎ。あれは似合わん、私には。
そんなに綺麗な黒髪なのにって。長すぎてさ、最近長すぎて。そうね、ここですね。鎖骨はここなんですけど、ちいかわぐらいです。そう、ちいかわぐらい。いや、今日ちいかわいらっしゃらないから。鎖骨、似合うと思います。イエイ。ウルフ、ウルフでも今流行ってなくない？流行りも全くない。ウルフは鎖骨はこれですよ。ここだから、ここです。鎖骨ちょっと短いけど、まあ今のさやかりんとかあやぱんぐらいですね。あやぱん、さやかりんとか。ぴゃっちゃん、ぴゃっ。まあ行くか行かないかはその日の気分次第。土曜もリハーサルあるから、もうリハーサル終わってめんどくさないってなったら行かないし、どうしても切りたかったら頑張っていく。ピカピカ、ありがとうございます。そうだよ、生誕ティー27日まで期限短いから、私の生誕ティーゲットしてくださいね。あと3日です。ロングロングすぎるんだよ今マジで。こう、セタンティーぜひ。こう、でもなんかこの辺切るんやったらちょっと変化つけたくなって、ここに切りたくならん、なんか変化つけたいよね。ここやったら絶対気づかれん自信あるんだけど、絶対ここまで切っても気づかれん、みんな、メンバーじゃなくて、メンバーもやけど、絶対私はこの長さになっても気づかんでしょ。髪の調子いい、マジ今日適当ですよ。適当ですよとは。どうせ髪なんてすぐ伸びるし、髪の毛切ってないです。気づかれんよ、なかなか。私はこれぐらいの長さにしてあれしたいんですよ、内巻き外羽の。よくやってた、ちょっと前に。外羽の、前もみんな気づきません？え、そう、前も20センチぐらい切った時全然気づかれんかった。おかしいよねあれ。でもみんなも気づかなかった、メンバーも。20センチ切ったのにな。広島の会場申し込みました。お、ありがとうございます。外羽の、内巻き外羽のウィンウィンっていう S 字型のカールをやりたいです。下が映らないから違う、あの X のツイートとかでも気づかなかったから。直接会うメンバーも気づかなかった。あ、20センチ切ったんだけどなっていう。私はでもミディアムの印象が強いらしくて、ミディアムがナチュラルすぎて気づかれないんですよ。ロングの印象がないから、なんかミディアムにして、ミディアムが
なんて言うんだろう、雪にか初心者、嘘の雪にか初心者なの、来てよお話し会、試しに試しに来て、もう無理だったらもう無理でいいじゃんどうですかって聞く前に来てみようよ、試しに一回。そう、ミディアムの印象強すぎて、切ってもミディアムがもうあのいい感じにフィットしすぎて気づかれんのよ、言いすぎて、いい感じすぎて気づかれ、馴染みすぎて。幕張近いから行こう、近いなら来て、絶対幕張なんて行く気あんまないからさ、1年に数回しか多いからさ、基本瀬戸内だからさ、幕張はあんま行かないからさ、年に数回しか行かないので、マジで本当に1年に3回、そう2回3回ですから、幕張行ってみようかなって。大阪とか近いんじゃない、あなたは。幕張もまあ来てほしいけど、10キロか、ほうほう、まあそれは近いには入りますね、10キロは。交通よろしいですよ、広島の方は広島にじゃあたくさん来てください。激近やね。激近やね。グッド。ありがとうございます。寄せ鍋のフェス？何それ？広島も近い、そうやね、大阪からやったら近いよ、1時間半。あ、フェスアイドルがごちゃ混ぜってことね、なるほどね。寄せ鍋って聞いたらなっちゃんのファンの人のことかと思った。浴衣着る、そう浴衣着る、夏、夏のお話し会どこだったかな。浴衣祭りは広島である、幕張は新制服、大阪はサンタ、12月なんでサンタです。浴衣祭りもあるよ、真夏の広島、8月11、12、浴衣祭り。今年は何色にしようかな、やっぱ青かな、でもうーん水色かな。去年はピンクにしたからもうピンクは嫌、でも青の袴を着たから青も嫌だから水色かな。青最近袴見たじゃん、あれだから水色とか。
外羽内巻きの髪型してたね。あれ可愛いよね、外羽くるん、内巻き、内巻き外羽 S 字型、 S のみかん色、オレンジ、オレンジの浴衣あんま見たことないかも。あるかな、オレンジの浴衣って見かけないね。珍しくない、レア。みかん色、オレンジ。みかん、自分で染める、みかん色に、みかんの汁につけようかな。みかん色です。みかんない、ないよ、みかん色の浴衣。黄色系私似合わないんだよね。オレンジはまあいけるけど、黄色はね、あんまり、あんまりね。こんばんは。黄色系着てるのほぼ見ないです。夏には髪短くなってそう。そうね、さすがに夏には。黄色の服、まあ黄色の服ってそもそもあんま売ってないよね。白か黒か青かピンクか茶色、グレーとかしかない服って、そもそも。ライスさん、えらい、ありがとうございます。えらい、私はえらい。いや黄色似合わんって、絶対似合わんから、黄色の服はいらないよ。あ、手がメープルの匂いする。いい匂い、なんか面白い恋人かな、面白い恋人の匂いが映ってる。メープルの匂いするもん、なんか。もう一個粉々の道頓堀の恋人がある。これはもう絶対粉々、くっついてたら、くっついてるかな、くっついてないか。さすがに粉々、さすがにね。あーダメだったわ。道頓堀の匂いしたら嫌じゃない？なんか道頓堀っていい匂いのイメージ。道頓堀、なんかフルーツクリームみたいな味する。やる匂い、なんか道頓堀って皮があるイメージある。皮の匂いしそう。
え、フルーツクリームの味する。正解？道頓堀の恋人。何味なんだろう。どうどうこれいいの。みたらし。フレッシュクリームだって。フレッシュクリーム、フレッシュクリーム。みたらし味か。みたらしの味はしないな。でもみたらしって苦ない？あ、レモンの味はしないよ。そっち系のフルーツじゃなくて、なんだろう、レモンとかの酸っぱい系じゃなくて、甘いフルーツクリームっぽいの。ミックスジュースみたいな味する。ミックスジュース、あの喫茶店のミックスジュースの味する。なんかみたらし団子屋さんのさ、本格的なみたらしってさ、苦ない？めっちゃ苦いよね。最近みたらし団子苦く感じてきて。大阪だからミックスジュース。でもみたらしらしい。えー、こんな甘いんだね、みたらし団子って。めっちゃ甘いよ、マジで。お団子が焼けてるところ。みたらし団子最近苦くて、なんか苦いなって。焦げが多いけんかな。あ、黒い部分多いよね。こんばんは。そう、みたらし団子美味しいけど甘くはない。ミックスジュースの美味しい。あ、醤油じゃけんかな。醤油、醤油。おこげ、おこげ。醤油こたよん。そういうことだよ。お餅好きなんだけどね。お餅、お餅美味しいよね。お餅好きです。お餅。ちくわパパさん応援してる、ありがとうございます。どうぞ。また餅巻きますかって。餅巻きます。お餅好きなんですよね。あの硬いやつも好きだし、餅巻きで投げられた硬いやつ、あれを焼いて焼くっていうか、オーブンとかで、オーブン、
美味しいし、ふにふにの団子系、みたらし団子系も好きだし、お餅は美味しいです。砂糖醤油、そうね、砂糖醤油海苔、硬い。わあ、懐かしくなってきた。餅巻き結構な頻度であるんですよ、なんか祭りとかで。そんで持って帰ったお餅を焼いてもらって、家でさ砂糖と醤油で食べてたのも思い出した。懐かしすぎる。外からお餅が膨らんでるのを待つ時間とかね、膨らんできてる。あ、そう、お祭りでも巻くんですよ。そう、何かとだから餅巻き、そうあって、そう餅持って帰って食べるんですけど、美味しいよね。音幕は巻かんかな。音幕か、都会のイントネーションになってたわ。結婚式、マジ結婚式で巻こうかな。大変。音幕は人多すぎて巻けないね。巻いてるのかもしれないけど参加したことない。多分巻いてないと思う。でもコロナ禍で餅巻きなくなった気する。昔あったけど。まず祭り自体なくなるじゃん、コロナ禍で。だからもう餅巻きの文化もないかも。祭り自体なくなってちょっとずつ復活してきてるじゃん、もうさすがに。けど餅巻きは聞いてないな。どうなんだろう、コロナ禍の影響でなくなったかもしれん。ね、花火見てみたい。花火あるでしょ。私毎年見れてるよ。花火。50分だね、そろそろ。もうその終わりですわ。花火一緒に見られるスペイベ、え、一緒に見たいですか。花火、うーん、花火7月かね、8月7月。ペイペイは確かにないのかもね。無言でもいいので見たいですって。喋れんよね、花火見ながら。なんかあんまりうるさい。いやでも花火と花火の間に喋れるか。
やばいなと、虫とかうるさいメンバーがいる。そうね、虫。虫？こんばんは。虫を行きます。でもなんか冷静に考えたらさ、あんな小さな虫に怯えてる人間とかかわいすぎん？冷静にさ、傍から見たら田舎もんできんか。小さい虫が来てさ、虫虫ってなってるじゃん、マジでメンバーって。あんな冷静になったら小さい虫がさ来て、あんなにパニックになるって可愛い。カメムシで全力で叫ぶから、そうね、大きな人間。虫怖いって言ってる方がモテるから、そういうこと。虫怖い男はダメだよ。私の弟も怖がりだけど、私の弟ひどいからね。ゴキブリがいたらもう大変、大騒ぎです、家中。弟がうるさい、マジで。いくつになっても大変、本当に。小さい頃から寝れ寝れ、もうずっと起きとくみたいな、無理みたいな。なんでああなったんだろうね。そうだから、お父さんお母さんに頼んでる、お父さんに頼んでる。お姉ちゃんのこと頼もしかったから。なんでだろう、マジ大変です本当に。だからお母さんとかゴキブリ見ても弟には言わないようにしてる、大変なんで。弟が目撃するまでは言わないっていう、そういても家中大変なことになるので、騒ぎ倒して。優しさです。だからお父さんは目撃してない虫を言う必要ないじゃん。もう困るから、寝れなくなるから、弟がそう怖くて。優しさっていうか、こっちが面倒だからです。あ、ゴキブリいるなと思っても、まあ田舎なんでね、出るんですよ本当に。田舎なんで家がもう汚いとか綺麗とかに関わらず、マジでいるんですよ田舎なので。目撃してももう言わない、こっそり。田舎はどうしても出るんだよね。家でもなんか家の外側に蜘蛛の巣張ったりするから、蜘蛛が本当に大きい蜘蛛。学校行こうとしたら自転車にカマキリいたりするから、本当にもう大変。何回カマキリとかいたことやら。悪い虫そうよね、気をつけます虫。
え、カマキリいたらほうきとか持ってきて落とす。止まってはないかも。カマキリ、どんな風に動いてましたかって。何させようとするのしてるの。愛媛の発音って言ったらカマキリですけど、カマキリ、カマキリは全然怖いですよ。怖いイメージある。でっかいもんね。ほうきで落とすしかない。カマキリって言わんくない？カマキリって言うくない？カマキリ大きいし怖いし痛いイメージあるからちょっと嫌です。本当にでも学校遅れれないっていうさ、あの戦い、まあ、どうしても自転車乗りたくないけど、もう遅れたらダメだし行かなきゃいけないしっていうあのパワーでどけれます。頑張って。本当に嫌だけどでも行かなきゃいけないしみたいな。カマキリ、っていう思いでちょっと長めのほうきとかでつついて落としていく。虫嫌だけどね、いろいろあるよ本当に。田舎住んでたらなんか前から自転車こいでたら前から虫とぶつかるとかもあるし、顔プエンみたいなあるし、蜂とかあるけんね、それびっくりするよね。蜂プエンみたいな、はぁみたいな。蜂、土の子とかはいないです。マジびっくりする。蜂って怖いのにぶつかってくるけんね、本当に。クモの巣に引っかかったこともあるよ、夜見えんくて。本当にやだ。もう蜘蛛の巣に引っかかることはいいんですけど、蜘蛛の巣についてる蜘蛛が体に這うとか嫌じゃん本当に。だからもう蜘蛛の巣にぶつかった時はもう近くのコンビニ行って鏡で確認した。蜘蛛ついてないか。本当に嫌だ。蜘蛛の巣、あ、でもコウモリとかネズミはいないんだよね、逆に田舎って。そういう東京とかなんかいるよね。コウモリは見たことないです。ネズミも、ネズミ見たことないんだよね、愛媛で。コウモリ見たことない、なんでだろう。いないね全然。でもネズミは広島で初めて見たんですよ。びっくりした。コンビニの入り口にいてネズミ、びっくりした。初めて見た生のネズミ。足速い。え、コウモリあんま見たことないんだよね。コウモリっているんだ。なんか空想の世界かと思ってた、なんかドラキュラみたいな。そういうドラキュラみたいなさ、なんかニャンパイヤとかあったじゃん。コウモリのニャンパイヤ猫、そういう系のさ、そういう仲間の空想の人物じゃないわ、空想のあれかと思ってた。コウモリって。じゃあそろそろ終わります。お話し会受付中です。明日の1時までが1時受付ですので来てください皆様。ニャンパイヤ、ニャンパイヤですよ。やーって伸ばさない、ニャンパイヤ。調べてみてください、もう気になったら。13位ムーランさん、12位キツネさん、11位タカシさん、10位アキアンさん、9位ドゥイさん、8位翼オスティさん、7位マソさん、6位ヒトシさん、5位大橋さん、4位ミキヤくん、3位ケンさん、2位ヤスルパンさん、1位ハットリさん。ありがとうございました。
ニャンパイヤっていうのは私が学生時代に流行った猫のコウモリの猫のまあコウモリです。はい、気になった方は調べてください。ニャンパイヤ流行ったアニメですね。だからそういうなんか空想のアニメの世界の生き物だと思ってた。おやすみおやすみおやすみ。おやすみ。長い。